ホストクラブにね警察が立ち入り調査する、これが本当にいいのかっていう私に対してクレームが来てるんです。もうここはとにかくみんなが腹を決めてやるべきことはやろうと、まあ、そういうフェーズに入ってきたということだと思いますよ。しっかりとね、しっかりと現場をね見ていかなきゃいけないなと思います。はい、トキ YouTuber の川町慎一郎です。今日は7月20日月曜日の午前11時を迎えていますけれども、今朝方ですね、いろんな方から連絡がありました。それはですね、警察がホストクラブに立ち入り調査をするというふうにテレビ朝日の羽鳥慎一モーニングショーで伝えられたんだけれども、警察にそこまで権限があるのかって、やりすぎじゃないかのようなね内容が私のところに来たのはまあほとんどだったんですが、中にはですね、へえそうやって警察行くんだと思われた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実はこのテレビ朝日羽鳥慎一モーニングショーのこの報道というのは、菅官房長官がテレビ番組で発言をしたということを受けての内容だったんですけれども、このテレビ番組が昨日のフジテレビの朝の日曜報道ザプライムという番組の中で、橋下徹さんとのやり取りの中で、まあそういったですね、警察がホストクラブに行くなんてことの言及もあったんですが、全体として何が問題なのか、それはコロナの感染が東京で広がっている、これは東京問題だといったことにつながっていくんですけれども、いくつかポイントがあって、そのことについて私お話をしますが、そしてこの警察がホストクラブに行くという意味、そしてどうやって行くのかということについても今日は触れておきたいと思います。その上で皆さん方にお伝えしたいこともありますので、最後までお付き合いください。またずっと画面を見ていられないという方は聞き流しで結構でございますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。ということで、昨日その菅官房長官がテレビに出られました。でそこは私も見ていたんですね。で橋下徹さんとのやり取りの中で、ポイント3つくらいあったかなと思うんですが、私の印象順にいくと、1つはこれは橋下さんがずっとお話ししてきたことですけれども、いろんなお店にね、感染拡大防止で休業要請をかけるなら、これは経済保障とセットですよと。で今までその新型インフルエンザ特措法というものに基づいていろいろと動いてきたんですけれども、これ特措法の改正をしないとその経済保障までセットにならないんじゃないかという話が盛り上がってたんですね。で官房長官はこれ法改正も視野にということでしたので、やはり当然なんですよね。休んでくれ休んでくれと言っても、片側で休んだところで固定費がかかります、お金がかかる、そうだったら少しでもお客さん入ってもらった方がいいから開けますよ、で開いてるんだったら行きますよとお客さんがいたら、それは市中に広がっていってしまうというのは当然の話で、そこはやはり経済保障とセットというのは、考え方として前からあったわけですけれども、そういうことにも触れられていました。そして、先般菅官房長官がこのコロナの問題は東京問題だというふうに北海道で講演の中で触れたことで、小池都知事がいや GoTo トラベルキャンペーンどうなのかしらなんて話をされた中でね、実際には GoTo トラベルキャンペーンは東京は除外と、その東京発着とか都民とかいろいろこうね、細かい規定がこれから見えてくると思いますけれども、東京を除外というところでスタートしていくんですが、菅官房長官が言ってるのはですね、これは東京で感染が広がっているという問題だと。もう当然なんですよ。これはもう人口も東京が多いし、企業もたくさん集まってるし、繁華街と言われてるところの密度も濃いのは東京ですんで、東京でそれなりに手を打っていかなければ、やっぱり日本全体が収まったという印象にならないよねというのが、これ趣旨なわけですよね。で私たちもいろんなことを言ってきました。で前の動画で私が言ったのは、やはりこう国は全国一律のルールの中でやってるから、東京固有の問題、例えば歌舞伎町だとか実際池袋とかで名前が上がってくるのであるならば、この固有の問題にしっかりとですね手を打てるような東京都の独自の条例というのが必要なんじゃないかということを前の動画で入れました。でこれは場合によっては憲法違反だと言われるかもしれません。これやりすぎじゃないかと。でもそれでもやるんだという姿勢が都知事や我々都議会の議会人に求められてる、あるいは東京都庁の行政前に求められてるんだろうという率直なお話をしたんですね。そしたらいろんな方から、やっぱりあんたもねテレビと一緒でただ煽ってるだけじゃないかって、そんなコロナ怖いって、そんなに怖いのかよっていう批判も今いっぱい来てるんですよ。いや違うと、それは怖いか怖くないかと言ったら怖いですよと。だってそれ軽症で今進んでる人が多いかもしれません。重症者が増えてないっていうのもあるかもしれない。でもいざこれが重症者がバーンと増えて医療崩壊になってしまったら、救える命が救えなくなってしまうんですよ。これを恐れてるんです。コロナというウイルス単体に対しては、それは正しく理解して正しく恐れましょうというスタンス変わってませんよ。でもこうやって皆さんのように思ってる方、私のように思ってる方だけじゃないんです。別にかかっても怖くないんでしょ、どんどん遊びに行っちゃいますよ、うわーって騒いでる人たちがたくさん増えてどうするんですか。これで本当に多くの人にまたね
3月4月の頃のように広がってしまって医療機関も崩壊、皆さんの大事な人命を救えなかったら大変なことになってしまう、救える命は救っていきましょうというのが私のスタンス。そのために今分かっていることがいろいろと情報として出てきているんだったら打てる手は打っていきましょう、条例が必要なら条例作っていきましょうというのが私のスタンスだということを分かってください。でその上で別に煽ってるわけじゃないんですけれども、この東京問題を解決する中でやはり一つ大事なことはホテルの問題がありました。陽性反応が PCR 検査で出る、でも入院まで行かない無症状の人は宿泊療養という、まあ、中間でこのホテルを借り上げていたんですね。で段階的に、まあ、6月でホテル解約したりなどもしてきましたけれども、1500室あるというふうに東京都は国に対して報告してたんです。1500。ところが7月末で一つ切れる契約が切れるホテルがありまして、先週からですねこのホテル受け入れを拒否してるんですね。というのは消毒して返さなきゃいけないからね、ちゃんと正しく原状復帰して戻すということの中でストップしちゃった。なんとこのホテルが1100室なんですよ。でだとすると残り400の中でじゃあどうしようかという時に、まあ、池袋のホテル200室弱のホテルがあってきたり、また今週も1個ホテル増えるというふうに聞いてますけれども、そういうふうに今一生懸命ホテル貸してくれってお願いしてるんですが、私が言いたいのはこの時にですね、当初はその感染者が抑えられている時にはホテル1棟を借りてますから、この予算が無駄じゃないか、空で使ってなんだという批判もたくさん来たそうです。で一部のメディアではこの空の予算だからと、空の部屋のホテルの予算だから東京都がケチって切ったんだ、切った結果感染者が伸びちゃって大変なことになってるよという報道ありますけれども、これはちょっと間違いだと思うんですね。というのは官房長官もテレビでちゃんと触れてましたけれども、このホテルの費用、オペレーションは東京都が作業をして確保してますけれども、宿泊者のホテル費用というのは国が全額持ちます。だから東京都の予算で使ってるわけではないので、その、まあ、ご批判は当たらないかなと。で逆に言うならば国の予算でやってるのにこのオペレーションの中でホテルを減らしちゃったっていうのは何なのと。6月にホテル1個減らします、それで7月に減らすと分かった時に僕もずっと言ってましたよ、本当に大丈夫なのかって。で1100も引いちゃうんですよ。どういう感染予測に基づいてこういう行動を取るのか。ならば1100終わるんだったらそれを継続してね、ちゃんとつながっていくような仕組みになってるんですかってお話ししてきましたけれども、まあ、当社その時も答え返ってこなかったんですよ。契約が切れますとその一点張りでした。でも結果として今慌ててみんな探している状況を見たら、やっぱり言うこと聞いといてもらった方が良かったんじゃないかなって東京都庁の職員に思います。でこのことを別の入足通信社のジャーナリストの須田慎一郎さんの中でね、の動画の中で触れたら、都民ファーストの議員からちゃんと事実をちゃんと伝えてくれなきゃ困る、不安ばっかり煽るなという話でしたけれど、事実は1500から1100なくなっちゃって、まだそこまで戻ってないってことなんです。努力して探してるってその、ね、議員の方言ってましたけれども、探してようが今ないんだから、感染者増えちゃったんだから、どうすんの、自宅療養者増えて、自宅みんな一人暮らしじゃないですよ、それで家庭内で感染する恐れがあるって小池知事言ってるのは、これはどう見ても矛盾してると僕は思ってますし、私自身もいろんなホテルにお願いして一棟貸してくださらないかって言ってますけれども、やはりお客さんを受け入れるとか決まってたりとか、そう簡単にですね、後々のその風評被害を恐れてるところもあったりして非常に厳しい状態になってます。だからそう思うと、武漢からのチャーター機が帰ってきた時に千葉県のホテルがですね、ホテル受け入れてくださったってことはものすごく僕英断だったなというのを改めてですね今回感じたところなんですよね。で、まあ、そういうやり取りが、まあ、橋本徹さんと官房長官のやり取りである中で出てきたのが、警察がホストへ立ち入り調査をするという話なんですね。これ実際に先週大阪では南にあるですねホストクラブ9店舗に警察が立ち入り調査してました。でこれは風営法を活用して、まあ、これ橋本徹さんの言葉を借りれば活用してということになるんですけれども、フジテレビの日曜報道という番組の中で話をしたので、フジテレビの関西の系列局、関西テレビ、カンテレのニュースを見てみると、このようになっていました。警察が立ち入り調査をしたのは、大阪南にあるホストクラブなど9店舗です。今回の立ち入り調査は、未成年者を働かせるなど風営法に違反していないか、営業の実態を把握するために行われました。他にも新型コロナウイルスの影響で営業を自粛していた店舗が次々と再開する一方で、違法な客引きなどが増えないようにする目的もあります。また、警察は夜の繁華街での感染拡大を防ぐためにアルコール消毒が設置されているかなど、感染防止の措置についても確認しましたということでありまして、つまり警察は行きますけれども、まずはこの風営法の違反してないか、未成年者を働かせるなどしてないかということを言った中で、あ、お宅の店は感染拡大防止ちゃんとやってるのねってチェックをしてるってことなんです。つまりこの報道がパッと出た時に
警察は公権力を行使して何でも、ね、潰しに行くのかって、権力何でも行使するのかっておかしいじゃないかって、これを感染拡大防止を、ね、協力してないからホスト捕まえるのかみたいな、ね、批判ありましたけど、これはありえないってことなんです、ね、あくまでこれ法律に基づいてですから、風営法に基づいた立ち入り調査です。風営法の中でコロナに対してちゃんと対策取るようにというふうに今条文がない以上、それは捕まえることはできませんよね。表面的なものを見てですね、何でも権力批判とか私に対して批判というのはこれは良くないと思いますよ。でこれからもう大阪もやったし東京もやるんだったら実態見ながらですね、皆さん方もここはチェックして意見があるならご意見いただければと思ってます。ただ私はこういうその警察の許可のもとに営業しているようなお店に警察が行くということはこれ一つ大きな意味があると思ってます。パチンコ屋さんへの休業要請の時にも私お話ししましたけれども、やはり東京都の都知事そして警視総監、この2社が一緒になって各店舗にお願いする、これくらいの気概を見せないと、それはパチンコ屋さんだって固定費かかりますよ、ね、大きいし従業員も多いし、そして、ね、この人物の流れも大きい中で営業保証ができない中でそれは厳しいと、だから警察もお願いするんだという姿勢が必要じゃないかということを呼びかけてきて、で他県でも実際には県警本部長と知事が一緒になってお願いしてたりしたんですね、まあ、結果として東京動くことになりましたけれども、これをもっと早くできたんじゃないのかなと思います。でここも行政のリーダーの、まあ、腹積もり一つでですね、いろんなことが動いていくんだろうと思います。こういうことも全部ひっくるめた上で東京問題だというのが官房長官で、別にこれ小池さんはなんかすぐこう国と都で喧嘩しているように見せようとしてますけれども、喧嘩している場合じゃないんですよ。しっかりと抑えるところは抑える、この必要性があるんじゃないかなと思ってます。またキャバクラだホストクラブだ夜の街だといって固有名称で取り上げますけれども、全部悪いんじゃなくてしっかりと把握ができていればね、そこはいいんじゃないかなと。ちゃんと感染拡大、この店はできてる、この店あそこはダメ、あなたちょっとちゃんとやってねっていう注意できるような関係じゃないといけないと思います。で警察が立ち入り調査するというのはお店の実態を全部把握してるということにもつながりますよね。中には闇営業と言われてるか、そうやって警察に無許可で営業してるところもあるようですから、こういうところじゃどうするのかと、ね、ここも議論になってくるわけですよ。でこれはもうコロナとはまた別事件の話になってきますけれども、こういうことも警視庁はどう取り締まっていこうかというのは我々都議会の中のですね、警察消防委員会というところや私たちの、まあ、都議会の中でもそういったね、警察行政とリンクして政策を考えているチームがあるので、そういう議論をずっと今してます。でその中でまあコロナが出てきたということになりますね。であのいずれにしてもですね、あのこの問題は警察がどうこうということもそうですけれども、やはり社会のルールが曖昧なままコロナの拡大が広がっていってしまったので、まあ、コロナを正しく恐れる、正しく理解する、正しく対策するということも含めてですね、皆さんのご意見またいただいていきたいなと思います。で最後になりますが、実はあの入足通信社の須田慎一郎さんの番組出た時に、鎌田さん今度歌舞伎町の潜入調査しませんかと呼びかけがありました。あ、考えてみればいろんな話を私聞いてきましたけれども、実際にホストクラブとかそういうの行ったことないなと、こういう機会じゃなきゃいけないなと思うので、須田さんと行く調査の、段取りを今してます。でこれいつ行くとかどこに行くというのは、まあ、潜入ですんで言うとあのまたハレーション起こすといけませんので黙ってますんで、キンキン行きます。で行ったらまたこうやって動画の中で皆さん方に中の様子がどうだったのか、実際にどんなことをなさっているのかということを報告していきたいと思います。またそれに対してもご意見あると思いますので楽しみにしていただければと思います。今日はこのあたりといたしますが、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。